ER34 は日産自動車が販売していた日産スカイラインの10代目である。類似するモデルとして BNR34、ENR34 BN、HR34 EN が挙げられるが BNR34 は RB26 を搭載した完全に走りに特化したモデルであり ENR34 は ER34 の 4WD モデル HR34 は RB20 を搭載した連価モデルである。ENR34 については日産、ENR34 を参照いただきたい。直列6気筒エンジンを搭載した最後のスカイラインである。D1 で野村健がドリフトを行っていたことで、ドリフトベースとしての価値が認められたことや、映画ワイルドスピードの劇中で、ブライアンが乗る車として登場したことなどの影響で、 日本だけでなく海外でも人気が爆発的に高まった。一般的には ER34 とだけ呼ばれるが、正式な形式では GFER34 である。日産、スカイライン日産 GFER34、ER34 の中でも、年式、グレードによって様々な違いがある。中期型については人によりありとするかしないかについて、 意見が分かれるところであるが、小さいながらも仕様変更が見られるためここではある。ものとして書かせていただく。ER34 の AT は4足 AT である。R33 までは 5AT であったが、R34 では 4AT になってしまった。また、MATX というシフトアステアリングのボタンで、MT 車のように手動で、シフトチェンジを行うことができるモードを搭載している。 25GTV では、な、モデルで唯一ターボ用の足回りとヒーカスが装備される。フロントバンパーの形状は前期型と後期型では異なる。リアバンパーは前期型では黒で塗り分けされている部分があるが、コストダウンのため後期型ではボディ同色になっている。ルーフモールもリアバンパー同様、コストダウンのため前期型では黒になっているが、後期型では ボディ同色になっている。セダンにおいてリアスポイラーは前期型では標準では装備されておらずオプション装備で設定されていたが後期型では標準装備でトランクスポイラーが装備されハイマウントストップランプがトランクスポイラー内蔵になった。そのため前期型のトランクはハイマウントがついているが後期型のトランクにはハイマウントがない。また 前期型のトランクでは、ハイマウントストップランプの取り付けの隙間からトランクが錆びるという構造上の欠陥があった。日産にて無償で、対策品のトランクへの交換が行われていたが、今日に存在する前期型のセダンにおいて、トランクが対策品に交換されていないものもしばしば存在するため気をつけられたい。オークションなどでトランクを購入するときもしっかりである。クーペでは、 リアスポイラーは、全後期ともに共通となっている。サイドエンブレム青バッチ赤バッチ ER34 の、サイドにつく、GT バッチには2種類が存在する。RB25 で搭載の名モデル青バッチ RB25 デッドのターボモデル赤バッチである。ただし、25GTV のみなであるが、赤バッチがつく。センターエンブレム前期型では、ボンネットセンターにエンブレムがつくが、 後期型では、クリル内にはめ込まれている。リアエンブレム前期型のトライクエンブレム、前期型と後期型では、ステアリング、シフトノブのデザイン、インパネの塗装、メーターの文字盤の色が異なる。シート値やヘッドレストそして内装色自体にも微妙な変更が、されている。エアコンパネルの外気温表示機能が、前期型には備わっていないが後期型には備わっている。 LSD が前期型ではビスカスであったが後期型ではヘリカルに変更されている。エンジンカバーの文字とリブが前期型では塗り分けされているが後期型ではシルバー一色になっている。ワイパーモーターが前後期で異なる。エアクリ、ナーダクトが雨水侵入防止対策品に変更された。 前期型と中期型の違いについてであるが、非常に少なく小さな部分のみ変更が加えられている。この違いについての情報は、ごく少なく、明確な資料も少ない。エンジンカバーの文字とリブが後期型同様、塗り分けが廃止され、シルバー一色になっている。エアコンパネルの形が前期では平面だったが中期では下に行くにつれて、少し盛り上がった形になっている。 液晶パネルの取り付け方が異なっている。エアコンパネルの弾が前期では液晶に T3 がボタンに T4.2 が使われているが中期では液晶ボタンともに T4.2 になっている。ターボ MT 車のみ LSD がビスカスからヘリカルに変更された。ターボのコンプレッサーホイールの樹脂性からアルミ合金製へ変更された。エアクリダクトが雨水侵入防止対策品に、 変更された。クーペに設定のなかったベイサイドブルーが追加された。2000年1月、クーペに GTV が追加発表され、同時に GT-R で人気のあった t b 2が GTV、GTT にのみ選択できるようになった。ワメタリックはコートパールの略、前後期混同で表記しています。エアロフォルムバンパー エアロフォルムバンパー専用ホグランプ 25GTX25GT ターボ 25TV25GT25GT ターボ 25GTV25GTX オーディオレス車に WDMT 車を除く全車浜松プリンス浜松プリンスのオリジナルブランドファクトリーアルファストリートレーサーオリジナルパーツ LM テールフロントグリル丸型 フロントターンシグナルランプ神奈川プリンス。神奈川プリンスのオリジナルブランド。P、ライドタイプ、L タイプ S ニスも、ハセミモータースポーツ、HKS、ユーラス、ブリッツ、トミーカイラ、星のインパル、シャフトイーストベアー。東京都八王子市の中古車販売店。シャフトオートサービスでは、2010年から34に絡んで、毎年3月4日に、 R34 祭りを FSW で開催している。日産プリンス公式カタログスカイラインの歴史に関しては、日産スカイラインの項目を参照。ありがとうございます。